談話室吉澤。ようこそ談話室吉澤へ。俳優吉澤亮さんの作品やお芝居について語っています。お相手はあんこが苦手な私桜餅、ピアノもやむを得ず自前です。それでは本日も勝手な推し語りにどうぞお付き合いください。サイン8話、太郎先輩を忍ぶ会です。冒頭、前回の続きでパーティーで頭に紙テープを乗せたまま大爆笑している可愛いなぎくんを見てからの、ライブハウスの中に太郎先輩の祭壇をしつらえるにあたり遺影を飾るのを担当するなぎくん、こういう時にしっかり動ける後輩感というのもあり、この大切な任務を先輩たちから任される信頼関係もあっていいポジションだなと思います。静かに入ってきて、こんな感じでいいですかねって先輩たちに聞く間がいいし、いいじゃんを受け取る感じも丁寧で染みます。丁寧なお芝居いいですね。こちらの視点であるカメラは祭壇の後ろになるので、なぎくんが写真を置こうと一歩一歩近寄ってくるのをドキドキと待つことになります。ちょっと人間椅子の気分さえ漂う神アングル、ありがとうございます。しっかり一度太郎先輩を見る視線、そっとスタンドに置く指もよく見えて、ありがたいアングル。太郎先輩を忍びつつも、メソメソしていても太郎先輩は喜ばないぞという気持ちもありそうな、暗くなりすぎない柔らかい表情が程よくていい塩梅です。さて、もしや今日はと気になっていましたが、振り返って確信しました。ダブルフード、もう驚きません。濃いピンク水玉と紺地ピンク黄色紫のラインのやつ、驚かないけど今日もすごいですね。似合ってるけど。お酒を話さない太郎先輩のお母さんと先輩たちが話したり、水田くんがお線香をあげに来たのをうつむいて見るともなく見ていたり、節々ではふと顔も上げてみたり、演出なのか本人の工夫なのか、それぞれどのぐらいかはわかりませんが、場の風紀を一緒に構成していて、いやー、こういうところで浮かないというのが初めてなのに大したもんだなと感心しながら見ています。水田くんに殴りかかろうとする先輩を止める必死なお顔、お母さんが太郎先輩のことを語るときに一人ずつ抜かれるアップ、それに浸っていると、そうですよの開口の良さ、口の開きの良さに目が覚めます。再びアップ、口を閉じたまま改めて噛み締めて動く顎と喉に釘付け、もうすでにいい仕事をしています。吉澤さんの喉、頑張れ。川辺をみんなで歩く帰り道では、なんかもう会えないんだなって実感したっつうか、これがうまくいけないけど今に通じる涙声のお芝居、この時はまだささやかですが、こうして少しずつ涙感が強めだったりかすれさせたりしても、何を言ってるかちゃんとわかる見事な泣きのセリフ回しが作られていくのかと思うと、勝手に非常に感慨深いです。アップで泣くのをこらえる少年という顔も胸が締め付けられます。太郎先輩秘蔵のビデオを見に集まって、ここでちゃっかり一番近いところに居座るモニターチェックの鬼、ご本人と重なって演出としてもここに置きたくなるようなキャラクターなのが非常に愛らしい。髪がペタンコで愛らしい。にしてもビデオの中の練習のなぎくん、グダグダすぎていいですよね。いい意味でいいです。思い出しながら優しい笑顔になっているところが救われます。ビデオを見終わってそれぞれの思いを噛みしめるアップは節目がちで、ふみやさんみたいな前髪と横に跳ねた後ろ髪も可愛いです。さて、ライブハウスの新人バイトくん姿、とってもいいですね。フレッシュで、荷物をあっちあっちと指さすのも可愛いし、よく似合っています。事務所を辞めてきたという同時を見る表情が、さて急に大人っぽくないですか。それ皆さんそれぞれには成長過程が途中に挟まったりしているんですが、なぎくんにはそういうのを語るシーンがないんですけど、彼もまたこのことを機にいろいろと思うことあって前に進もうとして一つ大人になったという感じがあります。
わざとだとしたら演出がすごくいいのと、それに応える本人がいいのとで、むちゃくちゃ嬉しくなってしまいます。偶然だとしたら天才。天才登場です。踊り出すところ、意外と機敏に、失礼ながら意外と機敏に踊り始めて、楽しそうににっこりするのが可愛い。もうこれを見てると本当にこのままじゃ終われないっていう話にも全力で賛成です。下から見上げての、俺も、にキュンキュン。多分一番短いのにやってやろうぜ感がきっちり溢れててお見事です。シーンの終わり際のフリーは特技のロボットダンスをちょっと入れてきているんじゃないかしら。お兄ちゃん譲りのかっこいいやつです。というところで今日はここまで。明日はいよいよサイン最終回9話に進んでいきます。よろしければどうぞお付き合いくださいね。それではまた。